GT300 クラスレーススタートになりました。さあ MC86 のまずはカーナンバー6番がいいスタートを切って TGOR コーナーに入っていきますが、 ARTA がピタリつけている。 ARTA レース X2 番手、3番手ロータスというオーダー。いやー、しかしロータスが2番手並んでいったか。加藤弘樹ですね、スタートドライバーの加藤弘樹が早くも2番手か。さあどうだ、サイドバイサイドでコカ・コーラコーナーに入っていく2位争い。3ワイドで入ろうかというところでしたが、2番手3番手かなり競っていますが、トップは頭一つ抜け出した感じ。おっと、そして GT300 の2位が入れ替わった。セクター3コーナーの連続するところで、さすが BRZ ザ・コーナリングマシーン来ましたね。そうですね。さあオーバーテイクのシーンです。13コーナーから狙いすまして、 GR スープラコーナーでインをねじ込んでいく。あ、ここで行きましたか。これね、ここ相当ね、車が仕上がってないと、今のコーナーなかなかイン飛び込めないので、はい、あの BRZ 今日調子いいと見ていいと思いますよ。はい、これ61番の BRZ は6号車ロックオンしましたね。そうですね、追いついてきました。さあそして GT300 先頭争い、並べるか並んできたか、並んできた。さあっとちょっと今リアが流れた。いや、61号車並んでいったんですが、三沢さん、はい、むしろ2号車か。あ、そうですね、横に並びましたね。はい、はい、さあ加藤選手と、そして今山内選手のサイドバイサイド TGR コーナー、 GT300 の2位争いも力が入ります。なんとか山内に。これなんですよ、加藤選手はとにかく今見てるんですね、展開を。はい、おっとトップ争い入れ替わったか。今トップ争い GT300 が入れ替わりました。ダンロップコーナーで仕掛けていきました BRZ。 さあそして2号車の加藤選手も6号車を捉えました。 GT300 上位争いトップ3、大きな動きがありました。今4番手争いをカメラで捉えました。55号車の ARTA、 そして65号車のレオン、そしてこちらだ、最終の今パナソニックコーナーで4位争い入れ替わりました。高木もおいおいという感じで寄せていったんですが、いやでもこれ NSX が伸びてくる。いや、そうですね、ストレート伸びます。ストレートは、ね、NSX が早いんですよ。ターボの NSX、 そして NA のメルセデス AMG という差はありますが、さすがの菅波東郷、ブレーキングはでもメルセデスいいですよ。メルセデスの方がブレーキングはいいと思いますが、はい、ここは菅波がいいを取った。そしてカーナンバー2番のロゴタスがピットに入りました。さあ61が今メインストレートを通過していきましたが、61の前でピットアウト、ピットで順位変わりましたね。そうですね、ちょうど BRZ がタイヤ交換をして、まあ、数周はやはりそのタイヤが温まるまでペース遅くなりますから、はい、その間加藤選手はまあプッシュをしていた。でこの今距離の差が出てるんですけども、3番手入れ替わりましたね、大湯俊樹が。そうですね、もうなんか意地の張り合いのようなブレーキング、ガモを捉えていきました。でもガモを保ってませんよ。どうかな。あ、これは大湯が前です。さあ3番手決まりましたか。大湯俊樹が3番手、4番手ガモ直哉にオーダー変わりました。さあ2号車のロータスが今チェッカーの真下をくぐり抜けていく。カーズ東海28、ロータスにとりましては初優勝。それではリザルトの方をご覧いただきたいと思います。加藤柳田組が勝利、そして3番手には55番の ARTA NSX GT3 がシリーズタイトルへ向けましては3位表彰台は大きなこの表彰台になりそうです。さらに11番手以降は以下ご覧の通りということになりました。